ていた君も雨が上がるまで一緒におしゃべりしませんか。雨フラッシュのおしゃべりバラエティ、せーの、雨宿中の雨フラッシュおしゃべり、略して雨しゃべり、イエーイ。はい、というわけでね、私たちは春の一大事のキテくんちパークに来ています。もうこれ、この後何秒、これ最後の曲だよ。1分もないぐらい行かなきゃいけないカチカチなんですけど、爪痕をたくさん残して盛り上げられるように頑張りたいと思います。いってきます、いってきます。せーの、ウェイク、感じるバブソー、キチゴ、ワン、スリー、フォー、ガガ、レッツゴー。はい、今日はいただきます。お待ちしてます。20日ももう気にしせず、そして、あー、いっと、はい、いっと、この後は12時半からトーク会、お話し会があります。皆さん、来てください。お願いします。気合いらないらしいです。初めての方はね、うん、あの、はい、あ、いいです、いいです、いいです、本当にやだ、本当にやだ。わお、わお、わお、見せておきます。出たい、出たい。はい、ということで、2日間ありがとうございました。ちょっと、今でも以上、私たち、ボルトでした。ありがとうございました。バイバーイ。あの、止めるところとか、ダンスはしっかりやろうと思ったから、1人300人落としたよ。いや、一日楽しもうね。私は2人です。ありがとうございました。ポルトちゃんが帰ってきました。バイバイ。昨日と一緒に行きました。いい子のツアーとか、ツアーの子すごい。ね、よろしくばっか。この後も私たちパークにいるんで、そんなに分かってない。ありがとうございました。かわいい、ポルトでした。ありがとうございました。さて、続いてはアイコンとはみんなに幸せの汗、汗じゃない。じゃあ、準備よければ、はい、はい、じゃあ頑張ります。頑張ります。さあ、皆さん、こんにちは、アメフラッシュです。一緒に幸せな汗流していきましょう。はい、というわけで、今からツアーのチケット手売りとチラシ配りを始めたいと思います。イエーイ。皆さんでどんどん行きましょう。行きます。行きます。サクセン食べてるから、絶対ゆずからもらってくれる人なんていない。可愛いよ。愛嬌ですから、チラシ配りなんて。この二人愛嬌ないんだよ。やばいやばい、どうしよう、愛嬌なくて。やばい、緊張してるんだけど、どうしよう。あ、アメフラッシュです。ありがとうございます。アイラって言います。よかった、ライブあるので来てください。明日波は行きます。あ、待ってます。こんにちは、アメフラッシュです。皆さん、待ってますか。一緒に踊れて盛り上がっていきましょう。ライブいっぱいあるのでよかったら。行こう。ありがとうございます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 。
り箸4つでいいですか。あ、はい、4つで。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。並んでください。みんな並んでください。ぜひ並んでください。小籠包。かわいい。ちっちゃくてかわいい。ありがとうございます。いただきます。てかやばくない？デコレーションなんだけどやばい。でもモクロのさチュロスめっちゃかわいい。めっちゃ食べたい。モクロのチュロス食べたい。かわいい。なんか桜味食べたい。待って待って。かなこちゃんの味食べたいけどトマトなんです。どうしよう、嫌いな味や。うまい、チュロスくた。じゃあ紫芋です。ありがとうございます。なななちゃん確保しました。かわいいだろう。え、さっきのうるさかったやつ声聞こえてたかな、裏で喋ってた時。お芋どこに売ってたの。その時話してた。真ん中ら辺に売ってます。一本ちょうだい。いいですよ。カツアゲや。かわいそう、やなのちゃん。ちょうどお腹いっぱいだったから。え、でかくない？結構でかいけど、いいの？いいですよ。じゃあ、ちっちゃい方いただきます。ありがとう。ありがとう。芋もらいました。ありがとう。お腹いっぱいだから。お腹いっぱいになっちゃった。9月28日からツアーが始まります。おお店を見せようとしたけど、違った違ったね、違ったね。ぜひ遊びに来てください。行ってください。お互い頑張りましょう。お互い頑張ります。同じね、会場も1個あったよ。あ、ったね、SK ミューズ1日違い。アメフラは5月で6月、はい、ボルタ6月。置き手紙しようかな。どうする、捨てられてるかもしれない。やばい。だからさ、絶対に捨てられなそうな隙間とかに入れて、それで暗号みたいな感じで、トイレのペーパーの中に入れて。やめて。最後食べ物の前です。ダメですか。じゃあボルトの綾菜乃ちゃんでした。ありがとう。ありがとう。ありがとう。来週のライブよろしくね。アメフラであるから。セトリは、ディスコトレインとスペアリング、怖い。ハッシュタグあやなの守れです。もうハッシュタグあやなの。はい、はい、よろしく。アメフラのお願いします。断れないじゃん、先輩なんだから。大丈夫だ、帰っちゃって。ごめんね。また今回。バイバイ。はい、ということで調達が終わったのでメニューを紹介したいと思います。このふくふくさんからなんと優しさでいただいた小籠包。見て可愛くない、焼き小籠包です。コロコロしてて、ねえ、美味しい。このなんかね、おろしポン酢が美味しいって言ってたんで楽しみだ ね。そしてこれはジャンチュラス4色。味もなんかね、珍しいやつばっか。ね、かなこちゃんがトマト味、リリちゃんが紫芋、しおりんさんがかぼちゃで、あーりんが桜、うん、の4色になってます。ね、珍しい。楽しみ、ね、そのこれ何よ、これ。いや、チュロスですよ。いや、その隣だよ。チュロス。私、はい、見ました。何ですか。さっき、ボルトの年下組のあやなのちゃんからこれをくれって。うわー、食べないわ。カツアゲだ、カツアゲ。あやちゃんがもうお腹いっぱいで食べれないって言うから。何持ってんのって。何持ってんのって。あ、芋です。ちょうだい。こんなでかいもの。はい、怖い。ああ、ちょうだいは怖い。あやちゃん知らない。あやちゃん、あやちゃんって言ってたよ。ダメですよ。補充した方がいいです。それで最後に、じゃあももクロさん角煮まんです。イエーイ。これはもういつものね、うん、ほんと美味しいですよね。ゆずこれめっちゃ好きって言ってたよね。美味しい。角煮が1位ぐらい、1位に争うぐらい苦手なの、うん、だからずっと食べてなかったんだけど、本当に美味しくて、こんなに美味しいものがあるのかってぐらい美味しくて。前に食べた時さ、1人で3つぐらい食べてなかった。ゆずじゃないの。2つなんか誰かと一緒に3つぐらい食べてた。そのぐらい美味しいよね。ね、うん。というわけでこれを調達してきたんで、今から食べたいと思います。いただきます。いただきます。皆さんお金払ってないですよね。ご厚意で、ご厚意でいただいたやつと、いや、いつでも払えます。あとみんな直接出してないですよね。これはあれですね。じゃんけんで
負けた人は同じじゃんけんで。いやです。待ってください。持ちましょう、はい、じゃ聞いてください。あの、お金下ろすの忘れて今日全財産1000円しかないんです、はい、負けた人ですか。いい曲かかっちゃった。勝った人でしょ。勝った人でしょ、はい、勝ったのに食べれないってこと。勝った人がじゃあおごるってこと。食べるんだけどお金を全部出す。そういうことか。良くないだろ。じゃあ罰ゲームじゃない。ウィズリー。あ、じゃあ市川さん。そういうことや。食べれるんだったら食べれないってやばくない。だって考えてみ。そんなことありえないから。最初グッジャンケンパイ。はい、ゴールショット。はい、ゴールショット。喜んじゃってね。喜んだよ。はい、はい、はい。よくない。そんなルールあんの。だって、だって、あんた、そんなルールあんの。はい、当たり前じゃん。知らない、知らない、知らない、知らない。じゃあしょうがないか。もう一回最初から。おかしい、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 おかしい。食べれないはリセット。じゃあルールちゃんと確認してからやろうか。じゃあ、なかったら喜ぶ、負けたら悲しむ。そうね、おごりたいなってテンションだからね。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。うわあ、ガチか。くそ。マジ嬉しいんだが。嬉しいな。怒りたいんだよな。最初はグッジャンケンパイ。うっしゃー。あーくそ。あー、みんなの分怒りたかった。あーな、怒っていいな。怒りたかったんだよ。ユーも怒りたかった。お金がありえに余ってて、本当にもう。ということで、ガチマさん、ガサダワです。結局私やん。私やん。ということで、小島さんのごちそうで食べていきたいと思います。いただきまーす。せーの、チュロスからいただきまーす。乾杯。ほい。目の前の桜味。うん、すごい。ずーさん、いちごだよね。いちごかと思ったの、桜なんだね。確かに、桜でちょっと桜味するの。桜の味する。美味しい、うん、甘くてめっちゃ美味しい。下を、じゃあアイラと花も行く。うん、いただきます。はい、いただきます。うん、うん、紫芋な。紫芋、かぼちゃ、かぼちゃ美味しい。なんかさ、ジュロスってちゃんと中もちもちしてるのってマジで美味しくない。ほんと美味しい。全部カリカリより中もちもちの方がいいよね。めっちゃ久しぶりに食べたかもしんない、ジュロス。確かに美味しい。うん、トマトで、トマト、トマトの風味がする。ケチャップ系、ケチャップではない。トマト、ケチャップ系ではない。でも美味しいです。かわいい、かわいい。視聴率上がる。では続いて角煮まんをいただきたいと思います。ゆずちゃんが大好きな角煮まんです。やばい、もう肉肉しい。いただきます。めっちゃ染み込んでる。うまっ。しかもあったかい。いただきます。いただきます。うまい、めっちゃ美味しいんだけど。お腹空いてたから染みる。柔らかい、お肉が柔らかい。めっちゃ美味しい。いただきます。うん、うん、最高。めちゃめちゃ美味しい。これは春市に来たら絶対食べた方がいいです、本当に。今日で終わりですけど、来年な。来年ですね。美味しい。美味しい。食べて。あー、すごい、ちゃんとおろしポン酢なんだ。すごいね。おろしなんだ、ちゃんと。美味しそう。え、本当だ。あんまこれいうのかけないよね、小籠包に。新鮮。じゃあ、はい。はい、いただきます。え、これ一口でいった方がいいかな。いただきます。うん、待って、破裂したちゃんと。
すごい。どういう感想？これ小籠包あんま食べないんですよ。あの早く言ってもらって食べたいんだけど。一口で言った方がいい。あの絶対ブシャってなる肉汁が。肉汁すごい。すごい。いただきます。贅沢ですね。贅沢すごいね。こんな優しさでいただいた食べ物をもくろさんのね曲を聴きながら、すごい。めちゃめちゃもちもちしてるね。ちょっと伸びちゃった。今日はね、波江、あ、もう何を喋るかバラバラになっちゃう。これも使うんですか？使いますよ。はい、ということで春一でね、あの浪江女子初組合としてもアメフラッシュとしてもキテクンチャパークというところでねステージに立たせてもらって、ありがとうございます。はい、でね、こんな美味しいものを食べたんですけどね、皆さんどうでした？すごいそのツイッターとかの感想もアメフラッシュ良かったよみたいなたくさん書いてくださってる方がいて、なんかこれがね、なんかセカンドアルバムとかにつながればいいなって。無視していいですか？水飲んでみて。これはお水やっちゃった。あのこれはですね、大学芋を奪った罪です。そうです、はい、あやなのちゃんからね、はい、奪った罪です。ちょっと欲張りすぎました。でも本当に幸せな空間だなって思ったよ ね、うん、これを機に出会えたらたくさんいたしね、ね、本当にぜひぜひ私たちツアーが決まっていますので、はい、まだチケットもあるので来てくださると嬉しいです。お願いします。来年もたくさんやってます。そしてももくろさん、来年もぜひ寄ってください。よろしくお願いします。後なんですけども、一番最初の冒頭で言ったご飯よりも大事なことを今からしていきたいなと思います。今日大事なことといえば、待ってますよ、マリリーチさん、せーの、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。パーティー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデー。しないでもっていい。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あの私たち、あの、はい、あの今回のプレゼントは、はい、あの楽屋にあったお弁当を先に選んでいいよの件。ひどい、ひどい、あー、いい、ひどい、ひどい、なにそれ、それはなんかなでしょ。いいよってなんで上からの。そうだよ、先に選んでくださいの件。わかりました、すいません、お誕生日なんで私が悪かったです。いやー、なんか嫌な言い方。お誕生日なんで。ありがとうございます。すいません、お誕生日関係ない。もうあれですね、花の除外レモン。はい、そうです。やだやだ、はい、これから花以外を押してください。お願いします。最後1個、1個、1個、意味がわかんないよ、別に押されてないから、もともとこれ以上は出なくなったら困る。ディスコトレインのお家はもうゆずにしましょう。困る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 、投げた後すぐなくなっちゃう。そうにしましょう。お願いします。本当に勘弁してください。それまだ同じステージに上がれてるだけはありがたいです。本当に私はあの地べたで今のやったら地べたとかじゃない、普通に裏方だって。そうです、本来は猫の状態だから。そうです、はい。なんかすいません。ねえ、方向おかしいもん、森光さんを祝おうって。本当にそう、全然変わってる。私をいじめる会じゃん。こんな感じでみんな仲良しです。仲良しです。これが大好きな曲なんじゃないですか？そう、めっちゃこれ大好き。一番好きな曲なんです、私。私も大好き。嬉しい。そんな中ダメ話も仲いい感じで入れときますか、最後ね。悪いです。